を盾に振らない周りの誰もがうなずいたとしても僕はイエスと言わない絶対沈黙しない最後の最後まで抵抗し続ける叫びを押し殺す見えない壁ができてたここで同調しなきゃ裏切り者か仲間からも撃たれると思わなかった oh, oh, oh. 僕は嫌だ不況は多くて世界念を壊せみんな揃って同じ意見だけではおかしいだろう意志を貫け心主張を曲げたら生きてる価値ない欺きたいから僕を満足してかないけだけじゃ危険だああまさか自由はいけないことか人はそれぞれ頑張らない何か磨くことでもっと新しい世界溶かして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 溶
確かに今も6年生の皆さん卒業おめでとうございます。今まで難しいダンスを習ってきたけど、6年生のみんなはキレキレでかっこよく踊っていて憧れでした。リサボンが振りを教えている時や練習している時、6年生が集中しているといつも上手いなと思います。いつもみんなを笑わせてくれたり引っ張ったりしてくれてありがとうございます。卒業おめでとうございます。皆さんが卒業したら次は中学生になります。なので今までとは違ってきっと勉強や部活などが忙しくなると思います。だから時には壁に当たることもあると思いますけれど、6年生の皆さんが持っているどんなことでも諦めないという根性があればどんな壁でも乗り越えられると思います。でももし疲れたり元気がない時は無理しないで、いつでもダンスをやってリフレッシュしてください。卒業しても楽しい毎日を送ってください。大人になって夢や理想が思うようになる。